で、右が回りまして、はい、これで左が回りまして、両方同時に動かすと前後走、でこれでシャベルが回るので、これを使ってここにあるピンポン玉をゴールまで運んでいただきます。はい、そこで回してもらえると。あ、反対回りの。そのくらいで下まで持ってって、一つ回して、で止めていただいて、で前にちょっとこう向きにつけてもらえるとおー面白い。ロボットファクトリーの3年の小長屋と申し、小長屋健太と申します。普段の活動はロボットの大会に出て、まあ、それまでにその大会に出場できるようにロボットを日々作っていくという形で活動しております。このロボットは本当に一から自分たちで作られたんですか？あ、はい、市販されている、この部品があるんですけど、個々の部品ではあるんですけど、このセットというものはないので、一から自分でこういう機構などを考えていって作っていきました。ただいま、すごい部員が少なくて、1年生が3人で、2年生が11人で、3年生が僕1人で、ちょっと今日はあまり時間がなくて完成度が全然高くないというのはとても悲しいですけど、まあ、それでもやっぱり動くというのは重要なので、小さい子が楽しんでもらえるっていうのを見るっていうのはやっぱり嬉しいことですね。こちらのサークルで作っているロボットは あちらに今その2台ありますけど、まあ、他にもあるんですけど、そちらをメインで作っておりまして、すごい配線がすごい複雑にように見えるんですけど、あ、これはちょっとスマートさにかけてますけど、ちょっと時間がなくてその辺まで手が回らなかったっていう感じで、まあ、本当はもっとしっかりこのロボットはその瓦礫を掴んだり、まあ、他にも救助用のロボットというものがありまして、それはそのレスキューロボットコンテストという大会に出場するために作ったロボットなんですけど、まあ、そこではその人形を、瓦礫の中に埋もれている人形を救助するという内容なので、それ用に瓦礫をどかして中の人形をその機体の中に優しく入れて、それで運ぶという役目を持っているので、浜松市の方言なんですけど、やらまいかというものがありまして、まあ、何でもやってみようというその精神を、まあ、表して、まあ、レスキューやらまいかというこのサークルとはサークル名ではないんですけど、そのレスキューロボットコンテストに出場するチーム名として掲げております。